茎勝武公園は埼玉県茎市が原井町、勝武町昭和沼に位置する埼玉県への都市公園である。茎勝武工業団地の整備に合わせ、1977年7月に完成した。昭和沼を囲うように整備され、茎勝武工業団地のほぼ中央部に位置している。茎市の川原井町と勝武町昭和沼にまたがる地区には、かつて昭和沼や、 河原の犬沼と言われていた、クリークの多い出電地帯であったが、1970年にこのクリークを集約し、31.3ヘクタールの巨大な池を整備、周囲に165ヘクタールの茎勝負工業団地を造成した。現在、昭和沼の水は周囲の工場によって工業用水として利用されている。 昭和沼の中には高さ34メートルの大規模な音楽噴水があり、30分ごとに約10分間運転される。日没後にはこの噴水がライトアップされる。昭和沼の東に美前堀川へと通じる水路が設けられている。ただし、蒸気期間のうち7月18日から8月16日は午後7時まで、昭和沼河原の井沼は開発される以前、長さ35兆。 横16町の広大な沼であった。河原の井沼は上流からの悪水が落ち込む場所であるとともに、下流域では水源となるための役割を果たしていた。当時流入していた主な河川としては、古猿田堀、五河村、堀、戸谷落ち、大倉落ちであり、流出先は備前堀、昌米堀川、冷田谷堀などであった。1728年に、 ミ沼大用水の改作により豊富な水源の確保が可能になると、河原の井沼や周辺の故障での神殿開発が本格化した。河原の井沼では1728年、伊沢渡総兵衛の指揮のもとに大田袋村のブスケが出願人となり、主に周辺の大村、江津村、ジョホリ村、原村、下早見村、植木村の村民が工事にあたり、新田開発が進められた。 工事は主に流入、流出先の河川、水路の整備から始まったが、低湿地であったために、縦35軒、横2軒の堀を幾重にも掘り、掘った土を積み上げて、掘り上げたを作る方式で神殿を開発した。これらの神殿は、河原の井沼周辺の六河村に分配された。これらの神殿は、ブスキ神殿を除き幕府の天領として幕末まで維持された。 1966年頃、この地域の工業団地造成計画が具体化し1977年3月、旧カ年を養子区気部工業団地が整備され、完成した。区気部工業団地の造成時に、現在の工業団地部分に盛り土をするため、河原の犬地区の中央部を掘削し用土を確保した。このために生まれたのが、現在の区気部公園中央部に所在する。 昭和沼である、客中指定管理者一覧、埼玉県公園整備に関するデータ参考資料、ありがとうございます。